いつも動画見ていただいて本当にありがとうございます。またね、今日初めての方ありがとうございます。それでね、今日の動画は何かといったらね、これからバイクをね乗ろうとか免許を取りに行こうとか、どの車種にしようかなって、悩んでますっていう方がねちょくちょくね、質問来るんですよ。それはどんな質問かといったら、私の身長ね 何センチでしょうかと。それでね多分ね、自分の身長と測って、例えば私がねこのゼファーとか CB 乗ってるねこの足つきの具合とかをね本当は知りたいんではなかろうかと。で皆さんねすごい気使うんですよ。もしよろしかったらね教えてくださいとかね、もう全然構いませんのでね、バンバン質問ください。それでね、私の身長はちなみにね163か4なんですよ。それでね、ここが問題なんですよ。足の長さ笑わんとってくださいよ。普通の人よりねだいたいね、肩が5センチから7センチぐらい短いです。シャコタンしてます。それでね、だから多分ね身長で言うたら100本と60センチないぐらいの私足の長さかなと思ってます。それでね今日はねその皆さんのね聞きにくかった質問と思うんですけどね、それをね私ね全然問題ないんでね、回答していこうと思ってます。それでね、さっきも言ったけど身長はだいたい163センチで、普通の人より足の長さは5センチから7センチ、片側短いですっていうことはね、両方で言ったらねすごいねすごいねっていうか、まあそのような動画なんでね、今からね私、ゼファーと CB400 とゼファーの7半とね全部またがっていきますのでね、どうぞ皆さん見てやってください。おーす。まずはねこの400回、これねちょっとねシートはあんこ抜きしとうと思います。それでこんな感じです。ね多分ねあんこ抜きしてたら普通の方は足べったりつくと思います。私は両方ともかかとがこれなんぼ3センチか4センチ上がってます。こんな感じ。それでねこれをねキーって後ろから見た感じいきますね。こんな感じです。はい、それでねゼファー界はかかとがちょっと浮くぐらい、それで私のこの家のゼファーはねシートあんこ抜き多分これやってると思います。ノーマルはもうちょっと分厚いかなと。だからノーマルだったらもうちょっと足の角度が上がるかなって、まあそんな感じです。次にね CB400 いきます。これねさっきよりかかとが上がってるの分かりますかね。これちょっとカメラの位置が悪いかな。ちょっとアングル変えますね。もっとこれぐらい、だからさっきよりもうつま先立ちに近いです。後ろから見たらこんな感じ、つま先立ちに近いです。つま先って言ったらこんな感じなんですけど、はい、こんな感じです。はい、次にねこのゼファー750またがります。こんな感じ、わかりますか。これが一番足つきがいいです。ちょっと角度変えますね。角度
こんな感じです。はい、いかがでしたでしょうか。それでね、私も今日ねマジマジとやったのは初めてでね、まあ確かにね CB400 フォアはね、シートが角張ってるんですよ。でゼファー750はどちらかといったらちょっとこう角が立ってないような感じ。まあほんで400回がちょうどその中間ぐらい、やっぱり角が立ってない分ね足がつきやすいのかなと。それと私のこのゼファー7半なんですけど、これかなりねアンク抜きやってます。なのでどうでしょう、多分私と同じぐらいの身長164センチぐらいだったら今のアンク抜きなしてないシートで今の感じでないかなと。それでね私よりちょっと身長が高かったらもうぺったりつくんでないかなと思います。あのゼファー400回もね、CB もけど CB がね一番ね足つきは悪いです。はいっていうかね、まあ私の足なんですけどね、もう一度言っておきますね。私の身長は163か4ぐらいで、普通の人より5センチぐらい足短めです。なのでね、まあ165以上でまあ普通の体型の方だったらそのまま足アンク抜きしたらぺったりつくのではないかなと思います。私の場合本当にね足短いんですよ。これ自慢でないんやけど自慢なんですよ車も足も車庫断してます。まあいったわけでね、それでまあ今からねいつもの私のね庭でブンブンやります。もしよかったらお付き合いください。おーす。動画ね、最後までご視聴いただきありがとうございます。もう結論から言ったらね、まあ私本当ね足短いんですよ。自慢でないけどね。それでね運転できるのでもう慣れたらねぴったりはつかないですけどね、どんなバイクでも運転できるかなと思います。しかしね初めて初心で乗る方はねやっぱり足つきだけ言うんだったらアメリカみたいなバイクだったらね私の短い足もぴったりつくのでね、そっちがいいかなと思いました。まあそんな感じでね、今日の比較もしよかったらグッドボタンお願いします。それとまたチャンネル登録いただいてね、次の動画でお会いできればめちゃくちゃ嬉しいです。おっちゃんはねちょっと今からね1台ずつね近所ね5キロずつぐらい走ってきます。では今日は動画はここまで。おーす。動画最後までご視聴いただきありがとうございます。いいね、高評価、チャンネル登録もよろしくです。ではまた明日お会いしましょう。さようなら。おーす。